顧客の未払い管理、回収管理は複雑になる場合があります。ですが、あらかじめ構築された予測分析を使用して、債権の回収リスクを予測できたらどうでしょうか。製品に組み込まれた売掛金の年齢分析では、多くの支払いが期日を超過していることを示しており、回収を優先する対応を直ちに行う必要があることがわかります。そこで予測スコアを用いて、顧客別の回収リスクを評価します。ここでは1はリスクが最も低いことを示し、10はリスクが最も高いことを意味します。最もリスクの高いスコア10の評価をされた顧客の債権が多く存在しており、今後も回収遅延が発生しやすい状態が継続することを示しています。組み込み済みの分析機能では、他の属性に基づいた期日超過リスクの予測も行うことができます。例えば、顧客別リスクスコアをトラックして、このグラフを更新することでビジネスユニット別の回収リスクを確認することができます。これにより、フランスの事業部が最も高い回収リスクを抱えていることが明らかになりました。また、どの支払い条件が高リスクなのかを調べることもできます。ネットサーティの支払い条件を設定している顧客において、リスクスコア10の請求が200件以上存在しています。さらに、より詳細な分析のために、請求書レベルの明細情報に掘り下げることが可能です。請求書レベルでのリスク分析を行うことで、請求書の詳細とそれぞれのリスクスコアを迅速に把握できます。ここで、最も回収リスクの高い顧客に注目してみます。予測リスクスコアに基づくリスクの高い上位3社がこちらです。月ごとの傾向を比較すると、これら3社は継続して支払いの滞留が生じています。そのため、これら3社の信用限度を下げ、回収を優先した方が良いと考えられます。とりわけ LAS 社は、債権金額が最も多く、継続的に多くの注文オーダーを受けています。LAS 社に対しては、債権の未払いが解消するまで、中断を含め出荷を一時停止する対応が必要かもしれません。またここでは、リスクの高い上位3社を除外した場合の債権年齢を比較確認することができます。全体的に滞留期間が短縮し、遅延している債権金額が大幅に減少することがわかります。以上で、オラクルフュージョンデータインテリジェンスプラットフォームを利用して、顧客の回収リスクを予測し、先手を打った回収活動を実現する方法のデモを終了いたします。